渡りました。カイル・ハントとの通面ゲームで鈴木がここでニュービルが持ちます。ついているのは山口です。山口に対して仕掛けながら鈴木右45度スリーポイント、大阪エメッサ、ニュービルドライブ、スイッチ、大阪エメッサ、ハント、あー、スリーポイント、ジェイコブセンついていますが止める。ショーン・オマラ、ポストアップしてニュービルです。オマラとのここはボールが回って中に入っていたオマラ、オマラの得点。ここで2面ゲームで角度を変えておいてディフェンスの隙をついてしっかりとパスを入れるというところでしたよね。ニュービルは鶴巻が見ていました。こちらは木下とオマラの2面ゲーム、オマラ距離がありますが決めています。うん、これ五分五分でしたが出ました、茨城に出ました。1分来ています、30秒30秒。あー、ここでオーバー、木下イージーバスケットでした。これで木下最初のシュートのアテンプトで成功したと思うんですけども、スティールしてからの自らボールを持っていってのレイアップでした。あの得点もそうなんですけども、あの途中続きハントとの2面ゲーム田島ついてきます。ゴーダーもう一度鈴木へ、振り向いてのシュートで、あー、ブラウン決めてきた。195センチのシューターでもあります。上手もある山口、ゴーダからハント、ハント自らもう一度タップして積極的に打ってきましたので良かったですよね。これはね、粘ってオフェンスリバウンド ね、 そうですね、はい、押し込んだプレーでしたよね。ニュービル、ニュービルタップスポット、こういうところ右45度入れた。竹内インサイド、ダブルチーム、ボールが回る、番号実践、ゴーダフリー、2本目来ました、大阪エベサのフリーポイント。でブラウンが持ったんですけど、その後パスがなかった、でも竹内に入ったんですけども、これはいいボール回しからの、ね、はい、ゴーダ選手のスリーポイントですね。完全にボールを回して、はい、ワイドオープンの形にしました。ゴーダのスリーポイント、そして少しサイズでオマラが長いプレータイムがない中で大阪、大阪がここで決めた。今度はブラウンがペイント内、あー、ブロック、タップスコットのブロック、ニュービルトップの位置、山口とワンオンワン、あー、ここで初めてニュービルの得点、安心しましたね。できればスリーポイント1本欲しいところなんですけどね。欲しいですね、やはり流れ的にもここは点差もありますので、ピックアンドロールを使って E 用のフローターのシュート、あー、よく決めた。ジャワダ、昨シーズン、ヨウユウ、イオ、アイラ・ブラウン、アイラ・ブラウンが左45度スリーポイント、ジャワダの上から打ってきました、ありました。ただその1本だけじゃないですかね、だけだと思いますね、はい、コーナー、イオ、木下がコーナー左45度の位置から木下が決める。イオ剥がした形になってゴール下でペイント内で勝負した。やはりちょっとニュービル選手迷ってるんですかね、ちょっとラッシュな感じですね。いつもですよ、打ってましたね、間違いなく。オマラ、アイラ・ブランはゴール下積極的にまた攻めて2点、ゴーダ右45度コーナー、このはオマラとのコンビでオマラ得点。竹内とジャワラと昨シーズンの同僚対決、カイル・ハントビッグアンドロール、ゴーダがコーナーで近くで待っていた、決める。竹内、カイル・ハント中距離のフックシュート、綺麗な弧を描きました。試合が終わります。ここでタイムアップ、茨城ロボッツ今シーズン初の4連勝で